匂うな。匂うというか、突き刺さる臭気。記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。水晶を使いなさい。あんたらしくないな。ぼんやりするなんて。匂いにやられた。混沌の闇から生じる霧か。そう、あの黒い霧が人も動物もおかしくするのよ。敵だ。叩き潰すぞ。やってやれ。爆発するのか。火の扱いには注意しないと。体勢下がってるっぽい。
火山ガスだ。なるべく吸い込まないようにな。本気でね。あ、行け。やめろ。相手もやるね。落ち着いて対処するしかないな。随分と立派な扉、あそこを通れってことかな。でもこの溶岩じゃ近寄れそうにないわね。溶岩が固まったみたいだな。これで探索の範囲が広がったわね。何かあるな。あれ、こんな風景なのにあまり熱くないね。火のクリスタルが闇に覆われているはずだ。カオスがいるんだろう。ジャック、嬉しそうだな。キューブがある。調べておこう。邪魔な溶岩。渡る方法があるはず。探そう。敵発見。やるぞ、ついてこい。珍しいな。よかったな。撃てろ。大歓迎だな。やるさ。オルシャルス。
気が強かったんだ。卑下しなくていい。敵発見。ジャック、戦おう。離れられたかな。やるか。ジャックがいれば負けないさ。なんとか勝ったな。一応勝ったし、いいんじゃない。出てきた。
はい。火のクリスタルが復活するとどうなるんだろう。だって今でも火は使えるよね。火の温度は本当はもっと高いんじゃない。へえ。じゃあお湯が早く沸くんだ。そう、強い火はより大きなエネルギーを生み出すことができる。国の発展には欠かせないんですよ。下げろ。来るぞ。姿勢を下げられたか。もらっておく。いや、なかなか手強いだ。みんなは大丈夫？さて、何が入っているんだ。叩き潰すぞ。敵はもういないな。まだ先はあるんだ。頼むぞ。この熱気、意外と心地いいかも。ああ、そうだな。二人ともすごいね。注意しろ。溶岩の向こうにも気配がある。ただの噴出口だな。目障りだ。終わった。
応えがなさすぎる。いつもこうだといいんだけど。キューブ発見。調べておこう。さっき通ったところが見えるわね。ああ、少しずつだが確実に登っている。お出迎えだな。やるぞ、ついてこい。忙しくなるぞ。集中集中。大歓迎だな。叩き潰すぞ。
になれ。珍しい。装備しとく。よっ。出迎えだな。ジャックがいれば負けないさ。さてと、この後どうする？出てきたか。行く、戦おう。発見。大歓迎だな。ジャック、戦おう。体勢が下がったみたいだな。いい装備なんじゃない？よかったな。出てきたか。ジャックがいれば負けないんだ。何が入っている？お出迎えだな。やるぞ、ついてこい。強そう。返り討ちにしてやる。面白くなる。どうした？ジャック！やるか。ジャック、戦おう。Thank you.
しいな。装備しとく。忙しくなるぞ。なかなか手ごわいだ。大歓迎だな。戦おう。体勢を整えよう。だいぶ登ったよな。山頂が近いんじゃないか。ということはカオスも近い。気合を入れておけ。火のカオスを仕留めるぞ。キューブがあるな。さて、どうするかな。
見ていた。泣き叫ぶ女、子供、血にまみれた城、怒り、嘆き、はあ、それなのにこのマリリスの眠りを邪魔したのはお前らか。火の力は渡さん、私の炎で焼き尽くしてくれよ。
話したか？黒い霧には気をつけろ。浴びると過去に引っ張られる。あるいは取り憑かれると魔物になってしまう。ああ、現場で知った。先に聞いておきたかったがな。私のようになるのも一興かと思ってな。あんたは魔物なのか？率直に言って、その解釈が一番楽だ。火のクリスタルの熱波に飲まれた女、あれも幻影だったのかな。ジャック、アストスに話を聞いてみよう。どうやらみんな無事みたいね。誰も欠けずに戻れてよかったわ。俺たちをここに転送してくれたのはアストスみたいだね。話を聞いてみる？あちらこちらにコーネリアの風景に馴染まない場所があるだろう。例えばこの塔。私はそれをルフェインの忘れ物と呼んでいる。ルフェイン？高度に発達した技術力でこの世界を作り上げて、どこかへ消えてしまった謎の国さ。国が消えた？消されたのか消えたのか知らないがね。さあ、残りのクリスタルを解放するんだろう。ルフェイン、知っている響きだけど何だったかな。思い出せそうで思い出せない。残りのクリスタルを解放しないとな。ジャック、装置の操作を頼む。彼がアストスなのね。ルフェインのことを知っているなんて博識ね。光の戦士の旅はまだまだ続くっと。残りのクリスタルは2つだ。やってやろう、ジャック。ルフェインの忘れ物巡りは私の格好の退屈しのぎなのさ。君たちは残りのクリスタルを解放してくるといい。